どこまで持っていけるのか。でそう思ってそれを、それが一番、大事な仕事ですね。あとは焼く。今回は一番今までにないその透解析っていうのは今までの仕事を全部そのひっくり返すような仕事をしてますんで、だからそういうためには透解析っていうものは、一番まだ、見たことのない、私の仕事としては見たことない仕事が、開業に、透解析だけでも50点ぐらいは並びますんで。ぜひそれを見ていただきたい。これね、批判のないものを作ってもしょうがない。批判があってこれは一つのものだと思うんで、ですから美辞麗句だけで世の中が終わってしまうんだと面白くない。やっぱりこの痛烈なその批判があってこそアートだと思うんですよね。そういう点ではよく皆さんに見ていただきたい。もっとそういう意見をどんどん言ってほしい。それでめげずに仕事をしていきたいと思ってますんで、ぜひご覧ください。